これはパー4。4。右ドッグレッグです。右ドッグです。412ヤードですね。です。どうしたんですか。すごい集中してるなと思って。めっちゃいいですね。なんかこういうなんか対戦方式って、試合感覚っぽいですよね。逆に常に相手が取ってくるようなポジションだから、気が抜けないじゃないですか。気が抜けないですよね。邪念をしてなきゃいけない。なんか集中してる感じはすごい伝わってきます。本当ですか。うん。いや、勝ちです。ほのちゃんも集中してきちゃってるもんね。狙い目は？バンカー。あ、そう。あっちなんだ。ここですね。このバンカー。おお、ナイス、完璧。右？ちょっと右だ。左のバンカー方向に。そうだね。左のバンカー方向狙い。あれです。で行きたいです。右行ったらビリビリ。だったから。それ人大体ミスる。そうそうそう。完璧じゃん。おお、待って。バンカー方向だよ。あ、どこ行っちゃった？ちょっとカート道まで行ったかも。うん、ないしょ。ね。うん。ビリビリマイナス1だよ今の。ちょ。じゃあ一回ぐらいかな。あとまだ4回。4ビリあるから。4ビリ。きついわ。148っすね。148。9で。9。ちょっとアドレナリン。125ヤード。うん、何番？9番。9番ちょっとつま先上がり。お、戻ってる。いい感じ。ナイスオン。需要乗ったって感じかな。8番。はい。噛んだ？噛んでない？負けた。ラフに。負けた。7番。あ、バイビーバンカー嬉しそう。1、2。この左のがプロのやつかな。
ほのちゃんが手前、うん、たけしさんのが奥。たけしさん、肩ください。なんかちょっと入りそうな雰囲気感じる、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 ナイスです。ナイスパまいた。そこは狙え？ない。狙えない。ない。右いっぱいいっぱいですか？うん。バンカーよりも右だね。じゃあ狙うとこは。完璧じゃん。よいしょ。すごいね。完璧。まあ、ほのちゃんがね完璧でした、うん、なので気楽に、うん、あ、ないです。はい、問題ない。ピンが奥なので、はい、130ちょいでいきます。はい、全然違うじゃない。右側。あ、でかい。あ、だ。ダメだ。うん？お、リンゴのチームピンチ。今シャンクっぽかった。シャンキーだった。ハーフシャンクみたいな。うん。何番で言ったね。8番。彼に滑った。うん。私は6U です。6U。
何釣らないあ、そういうことね。届いてない。届いてない。あ、朝多分起き上がってる、ね、そうだね、前傾して前傾して、はい、おこれいいよ。おー、ナイス。大きいかもね。オーバーだったかな。嘘、ナイスだった。でもオーバーだった。惜しい。35ヤード。あれ、あんな、そう、受けてるのにさ、あんなに転がるの。そうだね。登ってるはずなの。確かに。うわ、でかかった。意外と左に流れてくるな。稲森プロのマーカーが実はちょっと面白いんです。作ってもらいました。え、そうなんですか。はい、ナルトです。ナルト、ナルト好きなんですか。ナルト好きですね、僕。へえ。どっちやろ。ずっと読んでました。こっちプロの方が遠いですよ。僕ですか。バーディーパット。ちょっと切れそうな。めっちゃ切れた。うん、ナイスパーです。ありがとうございます。スライス、スライス。そんなに切れない。切れない。わからないのがね。ほんとだ。切れまへん。こういう感じ。ナイス。プロの顔。プロの顔が。プロの顔が。切れんのかよみたいな。俺にも3回パッと出せるようになる。エスパー。ご視聴いただきありがとうございます。稲森プロのプレーがすごいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。なんで言わない。言わないの。10回だからいくらだって you